が。あここね、ここでちょうどね、うん、ほら今ブルほら、うん、いやいたでしょ、うん、ブルドーザー、あそこ、うん、うちあたりだ。あああそこともないね。麦変わっちゃったのよね。あ、うんうんうん、でちょうどおじいさん向いてる方向のこの川にいたの。あ、うん、この真ん中だり、うん、みんなこっちばり探してたからね、うんうんうん、私最初来た時にもうここはもう違う何があるでね、ちゅうちゃんとこあそこあたりね。今一生懸命ほら、うん、取り除いて今ガーッとしてたでしょ、うんうん、あれが隣のうち黄色いあれでね、うん、で、うん、少し植え込みが残ってんのよ石段のなんか今ね見えるから、ね、うん、あの 石段、うんうん、老子の石がさ、うん、閉めた方がいいよね、うんうん、あれ、ほら、ほら、ちょうどこの辺、ほら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 、ここ、ここら、ここらがもう入ってるとこ、で、今、ブルが、青い方のブルが、ちょうどうちの土台の上にいた。あ、そう、うん、もうすぐ近くなんだね、川と。あ、来たよ。もう閉めるね、あの、ボンだから。見ると、うん、角があの小さいのね。小さいね。小さい小さい、ね。あんなにいっぱい立ってたんだよ。そうね。うん。あんなま小さいね。本当にこうなってしまった。ちっちゃいところにいたんだよね。ね。その高めのうちもやっぱり。あそこはかなり高いところのうちだったんだけど、うん、もうほら見て、砂がな泥がなでこんな。こんな平らになってしまって、いくらも高くなっちゃう。かなり高いところにあるんだったら。本当にこの、今こういう機械があるからね。もう道路ね、こんなとこがあったんだよ。私、あやとこのガーニングで。あやちゃんと、そうちゃんが何あやちゃん、あやか。小学校に5人張り残ってるって言うし、幼稚園にも4人ぐらいいるらしいよって聞いたの。そんでもうね、暗いうちにここね、走った。とにかく学校生行かなきゃないと思って。そしてさ、遠いのね、小学校。遠いよ。自転車でこっちの山根あるって。言ってたんだから、通ってたの。あ、うん、この辺もいっぱいお家あったんだよ。そういう何にもない。何にもないの。あ、ほら、やってる。ほらほら。うん、大々的な創生でこれを、うん、やってるのね。はい、何やってるの、うん、誰か、ね、まだいるかどう。機械使って、うん、あの埋まってんのが分かる機械、うん、初めて来たみたい。あるでしょうね、だって地雷が。そうそう、うん、そう。今日でね、3日目、3日間やるって。だから見当たらない人たちはね、まあこれをやってもらって、でなければ諦めもつくって。とにかくあの今の時代は道路最初だね、うん、でここはね桜公園って桜並木のね、うん、
か、うん、かなり太くなってね。太くなってた、うん、何もないよね。そうなんだ。でも再生産だね、ずっと。ああ、うん。曲がり撤回する、ええ、うん、ここがすごかったの。2部屋で取り組み山が、まあ、安住部屋だけども、でこの辺で遺体がいっぱい見つかっているの、うん、その山と山の間が、うん、鉄砲水みたいに、そうですよね、ダムみたいに、山と山、山と山の間、このちっちゃい山と、うん、少し立派な立ってる後ろに、うん、そこがね、うん、このぐらいの幅かな、うん、右をついで行くんだね、うん、そうね、うん、そこに逃げ込んだ、避難所だから、うん、その避難所ごとスポンやられた、うん、私が知ってる、しゅうちゃん迎えに行った、あ、そうだね、そこに行ったね、うんうん、やられたね、でここはね、あやむがいに来た時はね、もう海とつながって、うん、ジャボ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 なって、うん、そんでね、ここ今道路出たからだけど、もう枯れ木でちょうど海のきり、あの側溝っていうのが残ってて、そこはだって、あめちゃくちゃだよ、これ学校、これ学校、ここに役場に逃げ込んだ人もやられたのね、で避難所はちょっとあのオレンジっぽく見える、あそこらが避難所だから、そこさみんなも、あらまあ、上まで来てるんだもん、あら、うん、それもすごい強いなりですよ、このね、公民館長さんが、津波だから逃げろ逃げろって叫んでながら、もうほら、だけど言う、師匠のところね、それを学校の上で、校長先生だな、子供たちに見てたんでしょ、あの声が忘れられません、その方も亡くなった、みんなここにいた人はみんな亡くなった、じゃあ当然ここに逃げてたはずよね、そうなん、子供たち連れてね、そんで私があの朝来て、こっちの方から学校に行ったらさ、ほら学校が溢れたのよ、あ、これ学校ね、3階までね、あなって、そこさね、船だの車だのね、あの水のあそこで真ん中辺にほらあるでしょ、あの屋上、そうそうそう、あそこの上にいくらかポコッとしたのあるし、あの給水塔の上さ上げたんだって、うん、子供たちを、それでそのうちに雪が降ってくるわ、寒かったのよ、中だったでしょうね、前方があれて寒さの感じなかったでしょうね、よく頑張ったなと思ってね、その黄色いところ、黄色いところ、それを、いや、公民館の方でもお勉強するんだからって許しておいて、で子供たちすごい減ってるのは普通だったのよ、だから普通ならあやも行っちゃうのよ、それを
飾り付けを4年生と5年生が頼まれて、で先生方と一緒にだからあの冬のあのラックも何も脱いでも楽しくやってたんじゃない、うん、そんですごい揺れだからって迎えに来て、子供たちを渡した、その人たちがもういないのよ、子供もろともね、だから